6月25日の星座別運勢ランキング。第12位ヤギ座リラックスとリフレッシュの日。今日はストレスを解消し、リラックスすることに重点を置きましょう。ゆっくりとした時間を過ごして心身を癒してください。ラッキーアイテムマッサージチェア。ラッキーからあぐれ。第11位天秤座。自己ケアを優先する日。今日は自分自身のケアに集中する日です。リラックスするためのアクティビティやスキンケアを楽しんでください。ラッキーアイテムフェイスマスク。 ラッキーカラーピーチ。第10位サソリザ。新しい発見の日。今日は新しい場所を探索したり、新しい趣味を見つけたりするのに最適な日です。冒険心を持って行動してみましょう。ラッキーアイテムカメラ。ラッキーカラーターコイズ。第9位双子ザ。情報収集の日。今日は新しい知識を得ることに集中しましょう。読書やオンラインコースを活用して、知識を深めてください。ラッキーアイテム電子書籍リーダー。ーラッキーカラーネイビー。 第8位カニザ。家族と過ごす日。今日は家族との時間を大切にし、絆を深める日です。家族での食事やアクティビティを楽しんでください。ラッキーアイテムボードゲーム。ラッキーカラークリーム。第7位イテザ。運動とフィットネスの日。今日は体を動かして健康を維持することが重要です。ジムに行ったり、外での運動を楽しんでください。ラッキーアイテムランニングシューズ。ラッキーカラーレッド。第6位おうし座。自己表現の日。 今日はクリエイティブな活動に時間を費やし、自分を表現することを楽しんでください。アートや音楽に触れると良いでしょう。ラッキーアイテムスケッチブック、ラッキーカラーパープル、第5一シザリーダーシップを発揮する日。今日は職場やグループでリーダーシップを発揮する機会が訪れます。自信を持って行動しましょう。ラッキーアイテムブリーフケース、ラッキーカラーゴールド、第4遊座、リフレッシュと再出発の日。 今日は新しいスタートを切るのに最適な日です。過去を振り返り。前向きな気持ちで進みましょう。ラッキーアイテムアロマオイル。ラッキーからアグリーン。第3位を羊座。目標達成の日。今日は長期的な目標に向かって大きな一歩を踏み出すことができます。計画を立てて行動に移しましょう。ラッキーアイテムプランナー。ラッキーからブル第2位水亀座。人間関係が充実する日。今日は友人や同僚との関係が深まる日です。 コミュニケーションを大切にし楽しい時間を過ごしましょうラッキーアイテムカフェラテラッキーカラーホワイト第1位を止めた自己成長の日今日は自己成長に焦点を当てる日です新しいスキルを学んだり自己啓発に時間を費やすことで大きな成果が期待できますラッキーアイテム日記ラッキーカラーエメラルドグリーン